はい、行きましょう。We are BMC! はい、ということでやってまいりました。はい、お疲れ様でした。ということで来年2月にね、セカンドワンマンライブ一期一会をね、開催するにあたって、はい、先月からですね、僕たちある目標を掲げて取り組んできたんですけれども、はい、来年2月までに全員が体脂肪率一桁ダンスボーカルを目指せということで企画をやっていますけれども、はい、はい、最初の計算から1ヶ月が経ちました、すごいな。どうですか皆さん、1ヶ月やってみて今のところ。いやもう順調じゃないですか。おう、うん、まあ、一応ね、ピロはもう 11% だから、うん、もうあと 1% あと半年なんで、多分まあそんなにきつくないし、うん、まあ、僕も13だったので、まあまあちょっとまだそんなに余裕はあると思うんですけど、うんうんうん、まあ問題はね、うん、3人がどんな感じの1ヶ月過ごしたのかなって気になると思う。僕はもうちょっと言ってたんですけど、はい、ここで落とすっていうよりかは、うん、ちょっと体作りをして、あー、確かに、これ僕は減らそうと思ってないです、今回。体質作り作り体質作り作り作り分からない。体感的には前よりない感じはします。で、一応走ったり、うん、まあ筋トレも、まあ、ちょっとしてるんで。え、何したんですか。ん、何してるんですか。はい、走ったり、筋トレ。おお、確かに3位だからやっぱ。じゃあナンバーでできてるんですか。カースト制度が。あ、オグソン、オグソン、オグソン。はい、僕はもう一桁いってるので。おお。もう、あ、じゃ行かなかったか。そのままで大丈夫かなって。行かなかったらどうですね。測定で行かなかったらどうです。測定行かなかったら、まあ。おお。僕もコウさんと一緒ですね。僕もなんか痩せる体作りをなんかこうしていきたいなっていうので、まあ、食生活が何も気にしなかったから、この揚げ物と、まあ、ラーメンを禁止するっていうものだけで。おお、偉い。本当に食べてないの、ラーメン。食べてないよ。ええ、なあ、食べてないよ。本当に食べてないですよ。スナックも、スナックも食べてる。あれだけ食べました。フランクフルト揚げてないです。ああ、はいはいはい。じゃあ揚げ物食べてないの。食べてないです。一切食べてないです。ポテトとかチキンとか。あ、一回だけ食べました。自己紹介はこの人じゃないですか。そうね。問題はどうですか、一番。一番出るが。僕はね、ラーメンを抜きました。そうね、まあ、食べる量はもう減りましたね。あ、食べて、そもそも、もうどのぐらい減ったやろうな。こんぐらいやったとしたら、おー、まあ、多分な、多分やろうけどな、多分こんぐらい減ったかな。実感的にどう、実感的にはなんかその、まあ、みんなでその、BMC の練習の時に筋トレやるじゃないですか。筋トレする時に前よりは体軽くなったっていう、おお、そういう実感はありますね。なるほど。はい、練習でちょっとそのお腹見せてもらったんですよ。で、前よりだいぶ減って。え、マジですか、嬉しい。やめて、そういうなんか保険みたいにかけるの。わあ、ビロはどうなの。僕はだからもう余裕もうあと 1% とかそのくらいだから、もう何も気にせず、うわ、いつも通り。だって普通の生活しててあれだったんで、なるべくやっぱピザとかラーメンとかもね、食べるようにして、普段通りの生活を。だから、なるほど。いやいいね。食べる量ちなみに聞いてもいい。でもなんか筋量を増やしたいんで、いつもが多分ねこんくらいなのよ。だからこの企画のためにここから、うわ、なんで隠す？なるべく食べて体を大きくしてから、あの2月に向けて絞って筋量も増やしていこうかなっていう。なるほど。まあ、僕が意識したのは、まあ、お酒をあと1杯飲みたいけどそこをやめとこうっていう1杯削減政策に。ああ、いいですね。それはでもそれどこで思うかにもよるよ。もう20杯ぐらい入れてあと1杯やめようか、あんま変わらんか。総量は分かんないから、とりあえず気持ち的にあと1杯だけ飲みたいって時を抑える。まあそっからだね。でも普段から結構見てて、ケマラフもうこういう企画をしなくても結構食事自分で管理してるから。そうね、そうね。ただなんかちょっとそういう制作とか振り付け考えたりするときはストレスで暴飲暴食になっちゃいがちなので。ガーッとあるじゃん。なるほど。やっぱ一緒に住んでるとストレス。そうね。あ、ナマコ、ここがナマコ、ナマコ、ナマシギ、はい、ナマコ、はい、ナマホ、
生放送、生放送、これが今日どう変わるんでしょうか。ちなみになんですけど、はい、まあ、前回もありましたけど、あの今回はただ痩せることが目的じゃなくて、はい、理想のね、ダンスボーカルとしての理想の体型だったり、うんうん、パフォーマンス向上にのために体脂肪率1桁目指すということなので、まあ、骨格筋量がね、最初の計測から減ってはいけないというルールもあるので、はいはい、まあ、そこら辺はね、ただ食事抜いてなんか痩せちゃって筋力も落ちちゃったら場合は失敗なので、はい、まあ、そこも意識しながらということで。わかりました。まあ、最終的にってことだもんね。まあまあそうね、うん、戻せばいいっていうのもあるけど、まあ、ということで、はい、じゃあ早速、じゃあ第2回目の計測にいきたいと思います。はい、はい、それではレッツゴー。今月の体脂肪率を測る時がやってきました。測っていきたいと思います。今月測定していきましょう。今設定、緊張の一瞬ですね。ちょっと増えてますね。いくつでしょう。体脂肪率が 12.5 です。おー、上がってる。ちょっと上がってる。ちょっと上がったね。骨格筋量が、29.3。 おお、上がったか。2回から2回測る。2回測るでしょ。増えろ。変わんないね。変わんないから大丈夫。で、体脂肪率 1% 以上が12、そんな感じだよね。でも、じゃあでもさ、あんな来た。ナンバー2です。ナンバー2です。おい、身長伸びたと185？ いや、180ないぐらい。180って5？ 9.9 とかですか。ほら、ほら、俺の方がでかくなった。あ、足元映ってる。じゃあ、行きます。食べてたね。行きます。お願いします。怖い。はい、いきます。体脂肪率 14.9。 おお、でも分かった。骨格筋量が 35.2。 すごい、減ってます。減ってます。やばいやばいやばい。36。うわ、増えた。マジか。次のチャレンジャー、こいつだ。体重40キロです。大楠孝宏です。いけ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 。史上最高の体重だったんだよね。体重どう？オッケー、いいよ。はい、終わりました。体脂肪率が 17.9。 おお、ちょっと待って。で、骨格筋量 34.8。 減ってる減ってる減ってる。で、内臓脂肪がレベル5です。あ、2キロぐらい減ってる。おお、やっといてる。じゃあ、行きます。お願いします。ほら、3キロ減ってる。えぇ、すごい。3キロすごい。きた。いや、これはワンチャンあるぞ。あるよ。ふっ、ふっ、ふぅ。いきます。お願いします。体脂肪率 17.8。 おぉ、え、あれも、でも、でも、減ってる。ナンバー3。おぉ、おい、あ、すいません。あ、お前、あ、すいません。内臓が落ちてる。おお、よ、内臓が落ちてる。内臓が落ちてる。いい結果が出てる。お前ら、おお、お前ら二人が。え、それナンバー。え、ナンバー5。25の男。え？今やっていいんですか？身長だけ。あ、回した。どうしようか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 。やめんの、それ身長。はい、決まりました。決まりました。決まりました。今日の身長は。行きましょう、やってみましょうか。いや、これ一番やばいよ。いいね。どうでしょうか。5キロ。オッケー、持って。そうか、5キロやった。5キロ。握って親指が。これあるぞ。やばい。だってさ、お腹めっちゃ減ったもんね。確かに。わからん。お願いします。わからん。体脂肪率 18.4。 えっ、そんなことはない。すごい。だって内臓脂肪が2減ってんだよ。2減ってんだ。内臓脂肪減ってる。すごいよ。あれあれあれ、喜ぶ反応じゃない。ショックだった。やってまいりました。やってまいりました。ラーメン食べれんな、これ。言うてもあと8%だから。ちょっと待って、お前さ、8%だから。お前待って、あのね、8%じゃんけ。5位だよ、お前。いや、言っとけ。
ダメだ。まあ、食べない。食べない。ああ。ナンバー。ファイブ。カードファイブ。守り続きました。守り続き。守りいいとこじゃん。